アーケード側から見た、鉄橋鉄橋は、長崎市の中島側に架かる橋。国道324号の一部。川口から数えて6番目の橋で、鉄橋の愛称で親しまれている。長崎市の繁華街浜町アーケードの西側入り口に位置し、同市の浜町と地区町を結んでいる。現在の橋は1990年に架け替えられた三代目で、欄干には、 鉄橋の名が刻まれている。初代鉄橋二代目鉄橋1868年に架けられた日本初の鉄橋とされている。鉄橋下橋以前には大橋や第十五橋と呼ばれた木造橋が架けられていたが、水害により幾度となく大破、流出していた。1867年の豪雨にて橋が大破し、有志らの協力を経て、 長崎製鉄所の鉄を使った頑丈な鉄橋として、掛け直されることになった。設計は、オランダ人技師ホーゲル、工事は、長崎製鉄所峠の元気象像指式を取り、総工費1万6000両をかけて建設された。橋は、全長27メートル、全幅6メートルで、橋面は、板張りとされ、通行人の下駄の音がよく響いた。完成後は、 長崎市の新名所となり、夏になると涼みにやってくる市民が少なくなかったとされる。1931年に鉄筋コンクリート製の二代目に掛け替えられた。外線車が乗り入れた様子1990年に掛け替えられた歩行者、専用橋である。二代目と同じく鉄筋コンクリート製であるが、名前は初代の鉄橋を引き継いでいる。 橋のそばに初代にあった石柱が残されているほか、橋の中央には、エミリオブレコ作の水浴の女の像がある。橋の西側には、長崎バス、県営バスの主要路線の経由及び始発着地となる、中央京バス停や地区町商店街、東側には、長崎電気軌動西浜町電停、浜町アーケードなどがあり、交通の要所となっている。繁華街にも近いため、 人通りは多い。長崎駅前と並んで各種団体のが愛活動や路上アーティストらの表現の場にもなっており、国政選挙時には投首クラスが街頭演説を行う。長崎ランタンフェスティバルの会場の一つでもあり、祭りの期間中、橋は巨大オブジェやランタンで彩られる。ありがとうございます。